はい、窓の外を見てもらったら分かる通りね、台風48号がね、今日本に大接近してまして、大雨なんですよね。なんで明日の福岡オフイベなんですけど、まあ行けるかは分からないと。で音大生の上でね、忙しいんで、この男忙しいんで、飛行機でね行くわけなんですけど、飛行機が飛べるかもわからないと。まあそういう状況の中なんですけどね、とりあえずまあもしものことを考えても仕方ないんでね、まあ予定通りねできることを祈って、オフイベの告知なんですけど、明日はね福岡日本の最南端、端の端のね、クソどい中で、オフイベやるんですけど、まあ、注意事項としては未成年入場 OK で、グッズはね、俺が気の向くまで、オンライン販売はしないんで、グッズ買いたい人は、まあ、オフイベか東京のライブに来てくれてもいいんですけど、まあ、福岡の人は、もう最初で最後とは言いませんけど、まあ、なかなか来ない、チャンスということで、明日ね、ちゃんと来てください。これ、外映ってねえだろうな。映ってんね。これ。じゃあ、ちょっと俺の顔にモザイクかけないとダメだ。まあ、ということでね、会場で会えたらいいんですけどね、エデン福岡という場所で、やるんでね、来てください。はい。それで、今吸ってるのは、その、片付けしてたらね、出てきたね、ウィンストンキャスターの5ミリなんですけど、その、最近ね、僕、タバココロコロ買うんで、最近ね、気に入って吸ってるのね、こちら。マルボロのね、12ミリ、ソフトケース、ソフトボックスってやつなんでね、彼女も赤丸なんですけど、彼女のタバコをファンに買わせようとかじゃなくて、本当に今同じタバコになってて、ラッキーストライク吸ってた時もあるんだけどね、まあ、粋なチョイスしたい人は、ラッキーストライクのソフト11ミリ、ソフトボックスの11ミリとか買ってきてくれてもいいんですけど、やっぱタバコはソフトがかっこいいな。まあ、そういう感じで、明日はね、行ける予定で、フライトの方もね、進めていくんで、ぜひ、会場で会いましょう。それじゃあね、気をつけて。こぼした、長文。あれやろうか。私が、パスタをこぼしました。猫のやつ。まあ、幸先悪いんですけど、明日福岡を吹いて。あ、顔映っちゃった。幸先悪いんですけど、これが彼女です。なんか女っぽいことをして、父今見えないから。え、じゃああれやってよ、ギュってさ、シャツ寄せて父出すやつ。トゥンチ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 トゥンみたいな音楽忘れてけど、ははだだしね。ということで、福岡オフイベよろしく。最悪だ。